続いて内装の紹介をしていきたいと思います。こちらの車ですね、内装の方、変更点といたしましては、シートカバーですね、前席、革のものが装着されております。特に状態は、悪くはないです。穴等もございません。でオプション品ですね、こちらにナビゲーションが装着されているのと、下の方にですね ETC も、装着されております。ドアの内張り等なんですけども、こちらも特に汚れ、等はございません。まあ、こちらの部分ですね、やはり足が当たる部分で、なりますので、ちょっと傷等はございます。で後ろの席もですね、特に汚れ、傷等はございません。荷台スペースも、広いですね。使い勝手はすごくいいと思います。こちらにドリンクホルダーも、ついております。収納も結構たくさんありますので、使い勝手は本当にいいと思います。続いて、エンジンですね、ちょっとかけていきたいと思います。こちらの車ですね、走行距離が 125,173 キロと、なっております。10万キロ超えてるお車ではあるんですけども、特に機械トラブルや、エンジントラブルはありませんので、しっかり整備していれば、安心して乗れる1台だと思います。ちょっと今エンジンかけてみたんですけども、特にセルの回り方だとかエンジンのかかり方に問題はございません。吹かしてみても吹き上がりは結構いいですね。で内装の、状態なんですけれども、ちょっとこちらのサーフですね、ダッシュボードの割れは何箇所かございます。こちらの部分と上の部分にも多少、ダッシュ割れはございます。それ以外はですね、非常に、綺麗な状態だと思います。結構サーフはですね、収納もたっぷりありますし、5人乗れる、広々と乗れる、大人5人乗っても全然広々と乗れるお車ですので、使い勝手非常にいい車だと思います。でサーフの特徴ですね、リアウィンドウが開きます。こちらで、ここが、リアウィンドウが開くのがこちらのサーフの最大の特徴ですね。ウィンドウ等も、しっかり開きますので問題はございません。